ルイーゼ・フォン・ヘッセン・カッセルは、デンマーク国王クリスチャン9世の王妃。デンマーク5名は、ルイーセア・ヘッセン・カッセル。ヘッセン・カッセルルン砲白、ビルヘルムの三女として生まれる。母ルイーゼ・シャルロッテは、デンマーク王クリスチャン8世の妹であった。弟、フリードリヒ・ビルヘルムは、ヘッセン・カッセル家の課長となった。1842年に、 グリックスブルク公子クリスティアンと結婚した。クリスティアンの母、ルイーゼ・カロリーネは、父が、ヘッセン・カッセル・ホーハク・フリードリヒ2世の三男カール、母が、デンマーク王・フレデリク5世のサンジョルイーセであり、ルイーゼの両親どちらにとってもいとこであった。つまり、ルイーゼにとってクリスティアンは、父方でも母方でも、また重邸に当たった。 ルイーゼの母方のいとこにあたるフレゼリク7世が、後継ぎを設けることなく崩御すると、夫が自身とルイーゼの血筋によって、王い継承者に選ばれ、デンマーク国王クリスチャン9世として即位した。ルイーゼと家族、ありがとうございます。